印表机不是只能用于纸张，PVC 塑料上印出图样。 热转印在马克杯的杯身，甚至口罩、衣服、布料印刷也没问题，取代传统纺织厂耗水的印染技术。 ESG 浪潮来袭，拼减碳 ，Epson 社长小川公范宣布重大变革。例えば私たちの作っているインクジェットプリンター、これは今オフィスで多く使われているレーザープリンターに比べて非常にこの熱を使わなくて消費電力も少ないということで。 このレーザープリンターをインクジェットに置き換えていく、これが私たちが取り組もうとしていることです。印表机淘汰赛正式展开，尽管市场上一直是镭射的天下 ，Epson 大胆喊出2026年将退出镭射印表机市场。眼前这一大片鲜艳的墙面，乍看就像是显示器，但实际上是上方这投影机所投射的。投影机不仅比面板省电，还能呈现立体光影。 变化，Epson瞄准四大目标，包括低碳资源、循环等，透过技术让产品创新，台厂成了不可或缺的重要伙伴。やはり台湾には半導体を中心とした電子部品のサプライヤーがたくさんいます。そして私たちはそういったサプライヤーさんと良好な関係を持って、そこからたくさんの部品を 我们，Epson在台湾采购金额一年约80亿到100亿台币，包括半导体等零组件。台湾有护国群山撑起产业，台积电在台湾的竹科、中科、南科也串起崭新的生态系，吸引越来越多的日商愿意来台设厂，包括日本光阻异大厂信越化学、半导体材料的福吉米、东映化等也纷纷进驻铜锣园区。无论是来台投资或是对台采购， 采购台日企业伙伴关系持续深化。三立新闻林淑贤、杨超成、李文科综合报道。